すみません、お疲れ様です。めずらしいですね、タマさんが僕を呼び出すなんて。え、あ、そう？まあ呼び出すな、まあまあ、さっきでさっきよ。そんな仲良かったっけ、俺ら？まぶじゃん。まあ、そうっすか。まあそれ嬉しいですけど、なんすか？いや、ちょっとね、やっぱ別職だから、まあなんかちょっと見せないものがあって。見せたいもの。はい。こちらなんだけどね。ちょっといいっすか？はい。 どうっていう話これを見た上ででんすかこれバーって数字と女の子の名前がんすかなんすかやえバーって数字とんか女の子の名前ですかね違うんだこれを見せなかったようにしなくてさえなんすかそれ見ちゃったはいえな何のリストっすかそれ棚橋さん見ちゃったんだったらまあ別のくらいも言わないではい このリストは、はい。私が今まで風俗で出会った人たち。あ、あ、た、田橋さんが行った風俗の女の子のリストってことですかうん豆ですね まあねえ。ま、豆ですね。まあねやっぱほら。一期一位だしさ。お金払ってるわけだし。でもかけてなんか、レポとかにするのもさ。うーんと思って。はい。美貌録的なもんだよ。ああ、美録。なるほど。ちょっと見ていいですかせっかくなんで。もう見ちゃった。からな。いいすかすごいっすね、こう。えっと、まず。 ダンスの子。ああ、これダンスの子だね。ダンスのまあ、ちょっとお話盛り上がっちゃったしさ、なんかこういうのやろうって思ってなかったから、なんか名前とか聞き潰れちゃったんだよ。ああ、で、ダンスやってるっていうことだけてるそうそうそう、情報だけのことは、ダンスの子。ダンスの、天気の子みたいに言わないよさい。いや、ダンスの子。で、緑。うん。3、彼氏持ちの新宿、かっこ口臭い子。 そう、この子もね。なんかリアルですね。この子はね。なんかリアルですよ、ね、田さん,、うん。このお店は、やけにリアルっていうのがコンセプトのお店なの。え、そうなのえ、コンセプトでそう。だから、これもそういう名前で登録されてます。あ、そういうことうん、うん、え、これ,これ名前なのこれはもうそういう、あれなのよ。あ、え、田中さんの感想じゃなくてじゃなくて、もうそういうお店なの、ここも珍しい。そうなんだそう、これ珍しい。だからそう。すがもう、朝早い。 薬局のバイトとかそういうのがいっぱいるなるほどね。そうだからこれは、はい、新宿の駆逐隊子っ, <laughs> っていう名前な、ね、う名前そういうお店だから、ね。なんか確かにタレンがそんなこと言うわけないもんなみたいな思ってたもん。これうう言わない思い出だからね。思い出ですね。えー、リボロクだから、ねえー。でまあバアっと名前やってん八九ゆかコスプレニコニコサオリニコニコってなんですか。 これはね、二人ともすごいニコニコしてんだよね。笑顔が、そういうこと。笑顔がとってもすごい。ニコニコ。なる、豆ですね。豆だよ。これバーってあるんですよね。バーってあるよ。マジ校長先生になれるんじゃないですか。校長先生になれないですか。俺も今、訳分かんなくて言います。けどわけわかんなくて言わないんだよ。校長先生ぐらいマメだよ。関係ないじゃない、校長先生は。 でもこわわわ私もよくわかんないけど、はい、校長先生になるんだったらこの1000倍 ?1 100万倍頑張らないとダメだよ。校長はやっぱすごいな。校長はすごいぞ。校長ってやっぱそうなんだ。校長すごいぞ。えー、ルリー、AV 女優。AV 女優うん。え<っ>はい。あ、たまにあるな。はい。 出勤するみたいな。そうです。あ、まっすぐそうです。大はたいて。うん。行ったんすそうです。大はたいてっていう気持ちもさ、乗るわけじゃん。はイはい。出てるやっぱ書きたいよ。なるほどね。普通でした。まあそういうもんだよな、結局。セん。えー、ブしに塾、リオートの優か、真帆先生これ真帆先生。あ、 先生やられてる方がいや、真帆先生で、私は生徒。ああ、そういうお店か。そっかそっか。ああ、そっかそっか。イメクラの真帆先生。みんなまで言うな。イメクラの真帆先生。はいはい。なるほどね。ああ、あ肉付きのいい子とかいいっすね。なんか、こういうのはわかりやすいですけどね。肉付きのいい子ね。はい。うん。これ肉付きが良かった。雪ねキャビンアテンダント。うん。これも CA。あ、これ これ CA のイメクラまあやっぱそうですよね。ま、うん、あれれそうですね。私が乗客で、はい。その人が CA。<laughs> はいまあ、そうですよね。うんうん、まあありますよ、ね。お店だからね、全部。ありますよね。だ、はい、から全部お店だもんな。全部お店だから、ね。えー、泉免税して、マナミンポールダンサー。へー。うん。 これは、ポールダンスだってイメクラ。嘘でしょポールダンスだってイメクラ。ポールダンスはやってるでいいんじゃないですかじゃこれ、ポールダンスだってイメクラ。そんなところ。そダンス踊れないんだって。えじゃあ、部屋になんかバンドがあ、そう、にバーってポールがあって、で、二人で、そのポール別にこう、へぇって。何が楽しいですか普通に別に来くんだけども。やっぱ覚えてるもんすけねこう、リストにすると。まあねなんか今日楽しさんだいぶマッチョっすね。えいや、なんかめっちゃマッチョじゃないですか、なんか。 こんなリスト作って。なんかまあ私もよくわかんないけど、はい、このリスト書いてるとき、すごいマッチョだなぁいや、めっちゃマッチョっすよ、これ。うんうん、よくわかんないけどね、マッチョっていうのは。うん、めっちゃマッチョだなうん。すげえマッチョじゃないとできないのかもな。確かに。めっちゃマッチョだ。よくわかんないけどね。えいろいろ。さっき、将来ヨガインストラクター。 うん、えヨガインストラクターではないんだ。え将来、将来ヨガインストラクター。将来なんだ夢を語ってるだ。あ、確かにそんな話もするんですよね。そうそう,そう、はい、専門出て、ヨガインストラクターになる。将来何の何なるの何なるのって。<laughs> 将<来>将来ヨガインストラクターになるって。<laughs> なるほどね。うん、あー、眉泣かす。えぇ、ー、泣かすまで行ったんですか泣かす。一しました。 中やっぱ観楽街に行かないとね。結構、そういう旅行とかするんですね、田辺さん。旅行というか普通にあれなに風俗行ってるだけだね。まあ旅行ですよ、それも。風俗行って、カップルに食って、風俗担保機。うん。なあすごい思い出だな。みーちゃん、ライザッパの看護師。これはライザッパの看護師のみーちゃんだね。ライザッパの看護師。これライザップの看護師。そういう意味からではないですか。これはもう普通にあの、普通の店行ったら、何やってんのって言ったら、 え、ライズアップ看護師。え、ライズアップはライズアップの会員ってことですかうん、ライズアップの会員。じゃ書かなくていいですよ。わかんないですけど。いや、でも言ってたし。ああ、でも、マッチョだから。うん。田中さん、マッチョだもんな。うん。なんか、今日は一段とマッチョに見える。いや、そうはい。よくわかんないけどね。五木堀之内の高級ソープ場。うん。まあ、これはまんまか。はい。あ、はい。ですよね。はい。はい。え、未来、レッドシューズ。レッドシューズ、え レフリーですかじゃじゃそう、うんのさんね。えレッドシューズはうんのさんえ、未来、新日レ、レフリーってことですか違う違う、レフリーじゃない。お店。あ、お店の名前かなうん。うん。赤い靴履いてたのか。え、じゃあ赤い靴って書いたらいいですよ。まあまあ、その時が赤い靴。赤い靴履いてた女の子でいいですいや、これレッドシューズ。レッドシューズ。うん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 。これレフリーやってそうだな。54、サオリー。55、酒井のり。さ、酒井のりこ。うん、酒井のりこ。うん、酒井のり子。うん、酒井のりこ。 のりピぴあの、あのりこ。のりこのりこ。のりこ。えどういうことえ新宿の堺のりこ。あ、ど、同性同盟みたいというか。ああ、そう、あの、堺のりこ。現時代が堺のりこ。いいんすか、それって。なんでえいいでしょいいんすかいいでしょ、別に。え、あの、直部に、あの、揚げ八丁のタトゥーとか入ってました。 芋虫が入ってるっ芋虫ま、あ、じゃあまだ途中だ。うん、芋虫が入っまだ堺のり子になる途中なんだ、これ。いや、でも堺のり子だからね。いや、だったらあの、揚げちもタトゥ入ってないと。うん、でも芋虫だったね。じゃあ途中なんだ。いや、堺の子だからね。珍しいですよ、芋虫のタトゥ入ってる子。うん。熊本、神、熊本も言ってんすね。熊本はね、有名なんだよね。伝説のお店があるから。あ、そうなんすか。うん。熊本風俗で有名なんすか。そうだ、熊本って言ったらもう、死の国の、 本当に風俗風俗で風俗狂いが最後に行き着く場所そんなバカなそしてみんな燃えるそんな火のそんなバカなでかまんごいやちょっとあんなダイレクトで俺濁したんだからねでかみまんこねそれね熊本はだいぶ良かったっぽいですね熊本はだいぶ良かったっぽいね三軒行ってますね三軒行ってるんだレイかリンかレナあーレイかリナなんかもうパンパンパンでいったパンパンパンで かざっぴしからパンパンパンでいったやもん。すごいな。マッチョだななんか知んないけどねすっごいプロテイン飲んでるか。あ、そうなんすか。え、やってるんすね、じゃあ。ん結構。何が結構やってるんすね。結構やってるはい。筋トレとか。あ、全然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 。あ、やってないすか結構プロテイン飲んで、あとはもう風俗行って。ああ、まあ、タンパク質ですもんね。タンパク質はからね、大事なのね。マッチョだな なぜかねひまわりあ大学生とかもねこの辺も名前がバーってあマまりえクリニック副院長えすごくないですかこれはびっくりえにこれはほんとにこれはほんになのこれはびっくりですえ何でえだから何でえ何が携帯はあ帯携帯これあのあれですあの箱ヘルです箱ヘルですえっ何系のこれあの一つまあやっぱそうかうん え、で、本当にクリニックの副院長だったんですかでもこれふかしっぽいんだよねだからふかしっぽいって載せたかったんだけどなるほどね結構覚えてるもんですね結構これ別職に言っときたいけどあの特に熟女人妻系のその経歴嘘8割だからねわざわざクリニック副院長って書かなくてもうんでもまあこれ忘れられない思い出だよねあそうなんですねあこれ結構お気に入りだったっぽいですねリナ父が神うんリナ父が神 夏子超可愛いうん。リナと夏子はもうお気、はい、おきに,に。おきにすかおきに。へえ。可愛いだけ。あーまあ、そういうのありますよね。うん、なんか、俺も知ってますけど。うん。えぇ、ー、あの、90、沙織。ベッドの上でド M。これはこれはだから、受付の段階ではド S。<S あ えベッドの上ではド M。えそれがサオリ。サオリ座ったんだ。ええ。ー。96、厚子名古屋、みよ名古屋、名古屋名古屋でいだね。名古屋も一ってんすね。名古屋でいだね。ひつまぶし食って。何かのついでにってことですかいや、風俗。大好きだな。あの、名古屋でも伝説の風俗あるからね。あ、そうなんすか。うーん。はぁ。みんなそれ食って、それ食ってひつまぶし食って。あれ ?105 番が抜けてますね。 百五番はこれ。いや、これね、抜け…て、はい。なんだよね。え、まあ、いいじゃない、そこは。な、な、なんで抜けてんですか。まあ、いいじゃない、別にそれは。え。なんかあるんですか。じゃ、別に人に見せるようなもんじゃないから。さ。いや、まあ、それ、そうですけど、よく見せてくれてました、ね、今。まあ、別職ないよね。ああ、すみません、あります。まあ、そこ、そこはいいじゃない。あ、ごめんなさい、なんか、うん、なんかあるんですね。 うさぎじゃん、うさぎちゃんソープ場。こういうのは分かりやすいですね。うん、これはもうストレートでうさぎちゃんソープ場なんで。はソープ好きだね。ソープ好きですね。抹茶だね。抹茶ですね。さやか北海道、愛り北海道、北海道まで。北海道で。風俗一行きに。はい。<laughs> 好きだね。んあんたも。で、えー、プレイ終わったらすぐ帰ってきた。カンボジアとか行かないんですか えあ、でもそっか、校長先生になるつもりじゃないもんな。だから何言ってんだよ、校長先生になるためにはさ、いろんなフィリピンとかそういうとこ渡らないといけないのそっかそっか。そっか、また話は別か。うん。マッチョになりたいですもんね。マッチョになりたい。そっかそっか。これ近道だからね。あれ ?121 番抜けてますよ。121番抜けはさ、はい。これどうなってるのこれは。抜けてます。ああそっか、そこの間ね。はい。まあ、別職になったら言っていいかな。えなんすか。 えなんすかこれ言う人いないっすよ俺これ,これ多分はい元有名人えー、元有名人多分元有名人 <laughs> どういうこと今何 <laughs> 今は人 <laughs> <laughs> 今は人 <laughs> 元有名人元有名人だからちょっと名前書くのもはばかれちゃうあなるほどねこれ多分元有名人ああこれで終わりっすかね、うん、美穂美智香子友か北海道 また北海道行ってんだ。す、大きいに。オイルぷにぷに。はい。みかちゃん、あやちゃん。あ。みかちゃん、あやちゃんね。百二十七名。ミカちゃん、あやちゃんで。百二十七件というか。まあ、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 そうだね。百二十七店というか。店というか。はあ。なんかすごかったっすね。あれ、ちょっとこれすごい。なんか体大きくなりました。ええ。まあ、でも、最近プロテインよく取ってるから。あ、本当っすか。 でな何すかこれ豆ですねいやだからこれ別に見せたかったわけじゃないんだよ、まあ、男としてはすごいと思います本当にえはいまあねお店だからねこれはまだねああすごいよでもあんたはいいやすごいこれじゃないのよあこれじゃなかったんすか本当に見せたかったのああなんすかそうや本題いや別所君こ見てくれなかなか何すかこれな何すか時に別所君い君にお誘いがありますお誘い その画像、1月1日っ,ってね、はい、はい、富士山の写真あるでしょはい 1> あ。1月1日に、富士山のふもとで、はい、あの、私の今推してのグラビアアイドルのね、はい、あのひでみちゃんが、はい、あのこ、おっぱいと、ここから初日の出やろうってイベントがあるから、一緒に行かないかってい、はい。いやなん何すかそのイベント。えや、ー、だからここに、おっぱいから、ここは初日の出ってって、みんなが、なん <laughs> すかそのイベントよいしょーっていうイベントが、は、あるから。1月1日からうん。 君ほら、あのー、エッジじゃん。だからいや、ね、いや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 、そこまですよ。えいや、その、ジョヤの金なんも意味ないじゃん。えー、えー、ジョヤの金はもうだってもう決まってるもん、<え>私は。もう108スパンキング。煩悩消せよな。あるからね。煩悩のみるじゃないけどな。 108ランキングが、だから、おじさんが108人並んで、それに108だから、計1万とか僕、ユーモアおもろそうだけど、おもろそうだけど。そっち行きたいかそんなんすそっち行きたいかあ、やっぱマッチじゃないっすかあさん。え全然。ま、あそっか。全然マッチじゃなかったす。いや、私は別にプロジェ飲んでるだけだからね。マッチじゃないよ。あなんか、す、すごいっすね。行かないあんまりそのリスト人に見せない方がいいですよ。まあね。はい。 当たり前だよなまあそっかたまたま見ちゃっただけだからだってこんなさもしやだろう乗ってるって言ばれたら誰になんかやだろ乗ってる世界乗りこか世井乗りこ<ー>、うん、かだこれ黙れね黙れね、まあ、あんま言う,う,言うことじゃないですけどねはいジムとか行きます ジム行ってみるか行ってみますかうんゴールドジムちょっかいになったんだよ私えなんでですかいやなんかしないけどこのリスト作ってたら、はい、んかなってたんだけどじゃあマッチョになりたいんじゃないですかじゃあ行きましょうよマッチョになりたいっていうかなあ、はい、男になりたいんですか男ではあるよ最初からそっか <laughs> 魔法カード発動強制チャンネル登録ライフポイントを4000払いチャンネル登録をさせる藤井さん Ниже, 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 ниже,